はい、というわけで、バリードタウン、プレイしていきたいと思います。こちらのアプリはですね、iPhone 版のアプリになっております。ホラーゲームなんでちょっとね、どんな恐怖が待っているのか、やってみたいと思います。ではゲームスタート。初めから遊ぶを選択いたします。ポチッ。まだね、始めたばかりですので、見知らぬ人というね、ちょっと今コンティニューっていうのがあったんですけれども、まあ一回ちょっとどんなゲームかなっていうのでね、ちょっと試しに5分ぐらいやってみた感じです。では、見知らぬ人しか選べませんので、見知らぬ人、そしてギフトは生存者、そして決定を押してみます。欲望に駆使されて奴らは乱暴に噛みつき飲み込む。空虚が迫ってきた。あ、虚空が迫ってきた。奴らは最後の宴で乱舞している。奴らはあなたを窮地まで追い詰めて、そして招待状を出す。シジーリュウさんですかね、これね。はい、わかりました、ありがとうございます。はい、で、今現在時刻上6時10分ですね。で、まず何も持っていない、食料が、6個あります。お腹減ってるんですけどね。で、作れるものは何もありません。作業台もありませんということで、とにかくこの外に向かうというとこしかできないみたいですね。で、拳しかありません。男は拳と拳で語り合う的なね感じで行ってみたいと思います。忠告、外傷による、なんかね、これね、あんまり噛みつかれるとやばいよ、気をつけろよっていう、そういうことですね。あなたはゾンビが横行している通りを抜けて、この避難所を見つけた。時すでに絶体絶命の状態になった。生き延びるためには早く、廃墟に向かって、もっと食料、食品ね、薬品、武器を探し求めなさい。あなたは家を離れた。まあ、近くにあるね、ここガソリンスタンドですね。ガソリンスタンドでは様々な自動車がごちゃごちゃに入り乱れて止まっていて、どちらも譲らず、どうしようもない。こんな混乱している場所で火災や爆発などは起こらないのもまさに奇跡。で、距離がね、1時間9分程度かかるんでね、ちょっとこっち行ってみようかなと思います。はい、で、赤い点がね、自分なんでつきました。まさに奇跡で、ダンジョンに入るですね。こちらを選びますと、ゾンビが発見。でもこれね、もうダンジョンに入ると戦う以外の選択肢が出てこないですね。戦います。近づいてきた。よし、殴った。攻撃を受けた。殴った。もう攻撃を受けるってことはもうゾンビになっちゃうんじゃないかというね、噂もあるんですけどね。とりあえず大丈夫です。45ミニッツですね。はい、45分かけてこれらを手に入れます。全部取る。はい、そして、まだ体力もあります。次のルーム、次のルームはないですね。はい、では、そうすると、ゾンビを滅ぼした。あなたはキャビネットを開いた。あなたはガソリンスタンドにいるゾンビを一掃した。新しい新スーパーはアンロックされた。スーパー行ってみましょう。こちらがね、下にあるのがアラブちゃんがスーパーですね。はい、移動。はい、慌ただしく逃げ回る人々がここを略奪した。ショーウィンドウにはいくつか大きな穴が開けられ、地面はガラスの破片だらけ。よし、ダンジョンに入りましょう。前方にゾンビを発見。これはもう戦うしかないですね。行ってみましょう。お、2、1、行くぞ。だだ、この野郎、だしこの野郎、よし、やったぞこの野郎。今ね、ハートのがね、ちょっと減ってるの分かります？で、あの、お腹の方が、お腹のマークというか、これ、胃のマークが赤い点滅になってるんですけど、これ、お腹が減ってるよっていうことなんですね。で、これ、押してもね、これ、食えんのかな？あ、食える、食える。よし、食べてみよう。食べる。分かった。次のルーム行きましょう。あ、またゾンビが現れた。もう格闘で、戦う以外まずないんで。戦います。一回戻るっていう選択肢もあったのかな。ウェーと行きますね。猫がビビってこちらを見ております。よし、次のルーム行きましょう。
これは引き出しがロックされた机でまだ検査されていないようだ。よし、開いてみよう。45分かかりますから、今ね14時50分。これね結構早いんですよね、洗濯。あ、そうか。で一回戻って、これ食べれる、食べれる、よし食べる。よし、一回食べて、ね、保管場所に1個あるんでね、これ全部取って、で、まずダンジョンに入れる、はい、よし、ちょっとでもな、これまだいいです。これ一回戻りましょう、自宅へ帰る。1時間15分かけて自宅へ帰りまして、で、いろいろこう矢印が増えてね、こうできることが増えてきているわけなんですけれども、これだけ、いろいろね手に入れました。ここでなんか作れないかな、作業台とかね本当は欲しいとこなんですけどね、ちょっと作れないですね。作業台持ってるの作れないけど、ここのこのこれ作りましょうか、このこれ作りましょうか、このなんかこのあれですね、バールですね、バールやっぱりね重要だと思います。はい、でバールを作りまして、戻りまして、これ作れるかな、椅子、椅子ちょっと作っちゃおうかな、まだいいかな、でも椅子作ろう、やっぱねリラックスするスペースはね必要だと思います。作れるかな、寝袋はちょっと作れないからまだ寝れないですね、これは非常によろしくない感じですけれども、何かを食べたい、大丈夫でしょう、これねちょっとやばいですね。外傷ちょっとね外傷を負ってるんですけれども、まだいいと思いますね。よし、じゃあ行きましょう。で武器でバールを装備して向かいます。外に出る場合途中にかかった時間注意してください。ちょっとこれ寝床をね作る材料がちょっとなくなってしまったので、まず寝床を作るべきだったのかもしれないと。でバールだとねこう持ってるとこう開ける時間が短くて済むんですね。10分で何度済みます。はい、で全部取る。で、重量がね制限がありまして、今35分の26、あともうちょっとね大丈夫なんですね。次の部屋に行きたい、でも行けないということで、アンロック、次はまた新しいとこアンロックされたんですけども、ちょっとですね一回戻りましょうか、もうね危険なのでね。今夜は随分平静です、静かな夜ということですね。これたまにねゾンビが出てくるんですね、はい、で、0時回ったので作りたいんですけど、あ作れますね、よかった。建築60分かけて、作りまして、で、まあ、朝まで寝ちゃいましょう、 もうね。そうすると体力が今戻ったの分かりますか、今戻ってますね。でこちら食品がねたくさんあるんでね、ご飯食べましょう、食べる食べる、お、もうね満腹になりました、分かった。で出ていくんですけど、この時に食料を持っていけるみたいですね、2つぐらい持っていきましょうか。でもなんか持っていくとちょっとね重量が初めからプラスされちゃうんでちょっと辛いっていうのはあるんですけど、それにも変えられないですね。よし、新しくアンロックされたマンションに行ってみましょう。歩いて2時間の道のりです。はい、じゃあダンジョンに入りましょう。もうねバール持ってるんでねちょっと強いっすよ。2、1、行くぞ。だー、あー結構ね13ポイント受けてるんでね結構辛いものがありますね。あ、なんか壊れた壁の後ろに秘密の通路を発見した。直感によるとその闇の中に未知なる危険と秘密が潜んでいるようだ。これはねもう入らざるを得ませんね。入る。お、ゾンビが前方に。さあ2、1、ダーって。どうしてもねこのカウントダウンがあるとね3、2、1、ダー言いたくなっちゃうんですよね。はい、
いいんじゃないでしょうか、いいんじゃないでしょうか。次のルーム行きますよ。そして、キャビネットですね。いくつかのキャビネット、人々とゾンビらに明らかに見過ごされた、うん、これを開けましょう。お、すごいの発見。マグナムをゲットですよ。で、普通の弾もありますね。次のルーム行きましょう。これはもうね、撃つしかないっしょ。あ、弾丸もうあっという間に近づきましたね。やばい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 、なんか、あー、ハートがどんどん減っていく。やばいやばいぞ、頼む頼む、生きてきて。あー、死んでしまいました。ということで、死んでしまいましたので、また次回プレイをしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。ではまた、さようなら。